お、今度の世界タイトルホルダーも日本人が2連覇か。すげえな。スメラギレオって確か沖縄出身のボーカル&ダンサーだったっけ。10代で渡米、ニューヨークのブロードウェイでも大活躍したっていうじゃねえか。なんか生まれながらにサクセスストーリー出来上がってんじゃん。日陰育ちの俺らとは根本から違ってんのな。てめえら、ここまで見せつけられても悔しくならねえのか。どうしようもねえ腐った負け犬どもだな。ロキさん。俺たちのような社会のゴミ扱いされてる人間には野心を持つ権利すらねえって認める気か。金に女に名誉に権力、平凡に生きてちゃつかめねえもんつかみたくて、てめえらホスト張り始めたんじゃねえのかよ。それではここに新たに誕生したホスト界のキングより一言お願いします。パラホスには男も女も人間が望む全ての願望が詰まっている。野心があるやつはウェルカムだ。人生一発かけてるよ。夢に火を灯したいホストはこのステージまで駆け上れ。パラホスがお前らの望みを全て叶える史上最強で最高のエンターテイメントだということをここに宣言する。スメラギレオ、てめえに見せてやるよ。常に栄光の陰で生きてきた人間の下克上をな。そして必ず俺が玉座に座るてめえの首を取る。パラホスを制する奴は世界を制する。俺は必ずその全てを手中に収めてやる。よう、待ってたぜ。部屋ボケしてるこの日本の空気はどうだ。そうですね、肌にまとわりつく生ぬるいかぐわしさ、長いをすると逃れられなくなりそうです。それでそのような国に私を呼び出した理由は。待ちに待ったリベンジを追っ始めるためだよ。いいか、今日からお前をグランプリまでの1年間この俺手ずから夜の男として必要な技術、その全てを叩き込んでやる。お前はこれから俺の手足となって動くロキの影だ。いいな。だ、マイスター。何この客の多さ。なんてったってジェラス、パラホスの出場が決定したそのお祝いイベントだもんね。お店のナンバーワンアキとナンバーツーのカール、2人の特別ステージ&特別コールがあるんだよ。今日は5回転回しって言うし、絶対今日のステージ特等席取るんだから。ねえねえ、そこの綺麗なお姉さん、そんなとこずっと並んでると疲れるっしょ。俺らに付き合わない？ちょっと構わないでよ。どうせ後ろまで回ってくるのまだまだ先っしょ。俺らの店で暇つぶそうよ。なんだったら初回サービスしちゃうよ。結構です。そんなこと言わずにさ、ちょっとだけ同伴手伝ってよ。遠慮しちゃってかわいいね。早速行こうか。誰だ、足かけたやつだ。おい、あいつは。なあおい、俺のリリスに何してくれてんの。アキー、アキー、邪魔だ邪魔邪魔、回転の邪魔。だいたいさ、嫌がるリリス無理やり連れ込んで
その場限りの売り上げ立てるだけってさ、超ダサくてつまんねんだけど。ああ、なんだとこの童顔すかし野郎が。文句あるなら新宿ジェラスナンバーワン、この秋様から指名客かっさらえるくらいモテてみろよ、三流ホスト。くそ、舐めやがって。暴力とは穏やかでないですね。腕が、これ以上僕たちに会いに来た麗しいリリスたちを困らせないでくれますか、それとも特別サービスをお望みですか。それならしばらくグラスを持てない腕にして差し上げますが。覚えてろよ。アニメのやられ役みてえに散っていくな、面白え。挑むならいつでも相手になってやるぜ、三流ども。さーて、ずいぶん待たせたな俺のリリスたち。いいねそのノリ。今夜はどのリリスが俺を一番興奮させてくれるんだ。ああ、そうとくれば新宿ジェラスの特別ステージ、俺の目が届く最前列の席取りは超重要じゃね。アキ、この場をさらに煽ってどう責任取るんですか。責任はまとめて取ってやる。さあ、俺の愛に酔いしれて踊りくれよリリスたち。やれやれ、相変わらず秋は。それではリリスたち、後ほどあなた方のお席でお会いしましょう。いらっしゃいませ、リリス様。ようこそ、ジェラスの共演へ。やった、ステージ最前列の席ゲット。ジェラスのオリジナルタイグローブ、アキさんからバイオレット、カールさんからシャンパンゴールドセッティング済み、本日限定バージョンです。それちょうだい、私にもして。私にも。押さないでください、落ち着いて。金が乱れ飛ぶありさまはいつ見ても壮観だな。エントリー発表時期に合わせたイベント計画、俺の采配に間違いはねえ。サイグローブの限定販売、加えて目ん玉飛び出るクソ高え酒も通常の倍は店に卸した。おそらく今日は新宿一の売り上げを叩き出す日になるだろうぜ。それは素晴らしいですね。ねえ、アキ。最高。つうか当たり前。俺たちの門出を祝うイベントだろ。それくらいの伝説作らねえと話になんねえし。けどさ、たかが光るグローブがよくこんなに売れるよな。お店ごとに独自のデザインを展開しているおかげで熱狂的なコレクターも多いと聞きます。たまにネットのオークションでプレミアがついているものも見かけますね。ねえ、今やホストクラブの稼ぎは1にドリンク、2に音楽、3にサイグローブって言われてしな。教会のクソ連中が流通牛耳ってなきゃ、もっと裏口使って手広く商売すんのによ。全国ホスト協会ラブアフェア、今は何事もあそこの許諾を受けないと非合法店扱いされますからね。認可料だとか調子いいこと抜かして巻き上げやがって。みかじめ料の行き先が昔と変わっただけじゃねえかよ。表向きは盛大にクリーンさアピールして大義名分立てやがって、ヘドが出るぜ。
教会抜けたくてもパラホスに出場するには店やホストの登録が義務化されてしな。しかしオーナー、その恩恵は捨てがたいものですよ。本戦に出るだけでも十分な宣伝と売り上げをもたらすというのに、優勝すればその後の利益は天井知らず。たとえ飼い殺しの犬だとしても、普通のホストならそのチャンスを棒に振る真似はしないでしょう。だがしかし、俺たちはそこら辺のホストと違って。まあお前ら程度ならな。ああ、この俺が飼い殺しされる玉だと思ってんのか。まさか狙っているのでしょう、ダブアフェアへの幹部入りを。当たり前だ。毎年行うパラホスグランプリの中でも4年に一度の各国代表プレイヤーが集まるワールドカップは特別だ。世界最高峰の決戦を制し、名実ともにてっぺん取ったプレイヤーの店舗オーナーは晴れて協会の重要幹部になれる。ドリームラブのスメラギレオもその口だ。今のホストクラブのシステム、パラホスのルールを決めてんのは、今までのワールドカップを制し幹部入りしたトップ中のトップだ。文句があるなら同じ立場まで登ってこいってか。冷徹なまでの実力至上主義、嫌いじゃないぜ。つうわけで、この俺率いる新宿ジェラスがパラホスグランプリを完全制覇し、協会に殴り込みをかける。いいな。